格闘技イベント、ライジンは5日の記者会見で、7月28日に開催された、超ライジン3のメインイベントで行われた朝倉未来 VS 平本ハスのフェザーワ1マッチのドーピング検査の結果、両者陰性だったことを報告した。ファンの注目を集めた朝倉未来 VS 平本ハスの一戦。試合は衝撃の 1R138 秒 TKO 決着で平本が勝利した。 しかし、試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど、平本のドーピング疑惑が浮上した。そして8月28日には、総合格闘家の赤澤幸則32、が自身の X、旧ツイッター、で自身の過去のドーピングを告白するとともに、告発に至ったいきさつなど、自身が薬を手配し、平本に渡していたとする内容を三千字帳の長文で投稿。 翌日には平本ハスとのやり取りと思われる証拠、画像を投稿した。2日に平本が緊急記者会見を開催。自身のドーピング疑惑についてドーピングに違反することはやっていません。お願いした事実もありませんと全否定していた。この会見に出席した榊原信幸 CEO は朝倉未来、平本蓮亮選手とも陰性という結果と報告した。 そして今後のドーピング対策については、抜本的にルールを見直そうと思います。当日の検査だけで中立がもたれないなら、抜本的なルールを見直す。この先、経済的な負担もかかると思いますが、中立で独立した組織体制じゃないといけないので、これまで以上に検査体制を厳しくして、ドーピング規定の見直しとドーピングポリシーの策定に入りますと言及し、今後の罰則を厳しくするという。